おう、今日も頼んだぞ。おお、ますます手際が良くなってきたな。これならもうどんな厄介なお客が来ようと問題にはならん。ストップ！お前がそう言うとなんか面倒なことが起こる気がするんだよ。はっ、そんなことあるわけないだろう。俺は別に。いや、まさかリーウェで会えるとは思わなかったぜ。こういうのなんて言うんだっけか。開口遭遇だ、親分。そうだそうだ、それだよ。だよな、アヤトの兄貴。おめえは空をかける白鉄ちびすけ、それにダチ公じゃねえか。今日はついてるぜ、こんなに多くのダチに会えるなんてな。お前帰ったらしばらく働いて金を集めるって言ってたよな。なんでまた来たんだ。俺様の腕がありゃ金儲けなんてやろうと思えばすぐにできんだろ。今回はうまいもんを飲み食いしに来たんだよ。それとついでに玉将がリーウェでどうしてるか見てやろうと思ってな。少し前にリーウェで虫相撲大会を開催した人がいると聞いて、せっかくなので見に来たのです。残念ながらもう終わっていたようですが。何？あの大会を見逃すなんてよ。そりゃもったいなすぎるだろう。ええ、しかし幸い一徳君に会えましたから、当時の盛況ぶりが聞けそうですね。別に構わねえぜ、食いながら話そう。ここの料理人は？早く料理人を呼んでこい。ダチたちにご馳走を用意するからよ。は？おい、お使い野郎はよく本に出てくるみたいな。手で合図したら誰かが出てきてくれるってシチュエーションを真似したいだけだと思うぞ。あはダチコ、冗談がうまいじゃねえか。なら早くその料理長を出してくれ。それでお客さんは何を注文したいんだ。賓客を喜ばせたいなら金玉満堂や半減休館があるが。親分、予算のことも忘れるな。もっとよ、こう気取ってねえようなやつはないのか。気取ってない、そうだな。樽を知り常に楽しむと書いて知足常楽という料理がある。この料理なら香り豊かで味わい深くたらふく食える上に安くてうまい料理だが。知足常楽、いい名前だぜ。こりゃごちそうにちげえね。ならそれに決めた。ここにいるのはみんなダチコだ。派手な料理で着飾る必要なんざね。一斗くんは見る目がありますね。あまりにも大げさに作り込まれた料理は私も好まないのです。これが知気というものでしょうか。
マジか。まあ、お前らが楽しければいいや。そして、その時だ。赤紅一緒が堂々たる着替えで、カノハ、ハズキ人気に突っ込んでいった。さすがは真剣虫相撲大器用です。生き生きとした素晴らしい試合だったのですね。空気が息苦しすぎたから口実を作って抜け出してきたんだ。ともかくさっきは会わせてくれてありがとう。詳しいことはまた後ほど話そう。お前の友達は個性的だな。まあこの知足上洛はそこまで難しくないから今回は何も問題ないだろう。そういえばなんで知足上洛って言うんだ。たらふく食えるってことは肉とかたくさん食べられるんだろ。樽を知るって名前と全然合ってないじゃないか。別に肉を入れるとは言ってないだろう。この料理は見た目が肉に見えるだけで、実際は豆腐を使って肉の見た目、香り、味を作り出してるんだ。だから知足上洛なのさ。あ、そういや牛使い野郎、豆がダメなんじゃなかったか。あ、どうしよう、変えてもらった方がいいよな。何か問題でも起きたのか。豆腐とかなんとか聞こえてきた気がするが。おい待て、厨房は料理人の正規だぞ。部外者は、今は言ってられんな。お前らの親分に料理を変更してもらうよう言ってくれないか。ハッハッハ、綾人の兄貴を一番よく分かってんのはこの俺様だ。知足上洛ってのはまさに俺らの友情の証だな。おい、まだかよ。早くしてくれよ。赤紅一緒冒険団が話終わっちまうだろ。見ての通り、おそらく難しいでしょう。ちくしょう、完全に舞い上がってるぞ。あいつ、メンツか満腹なら絶対メンツを選ぶよな。ああ、私は親分にそれをたくさん食べさせて腹を満たしておくから、その時になったら気を伺って行動しよう。豆腐が食べられないなんて残念だったな。つまめるものは俺に任せろ。お前は知足上洛を頼んだぞ。私もお手伝いさせていただきます。ご安心ください。リーユへの上級料理人の資格を持っていますので。
ほうほう、これが知足上洛か。腹いっぱいになりそうな量だな。いいじゃねえか。ほらほら、ダチ子、お前も座るって。ここにいるのはみんなダチだ。遠慮なんていらねえぞ。じゃあ早速。うん、親分、郷に行っては郷に従えと言うだろう。リーウェの食卓での礼式に従い、ここはまず主賓に味わってもらうべきでは。え、しのぶ、お前そういう面倒な規則みたいなのが大嫌いじゃなかったか。おお、ダチ子まで。そうか、あまりにいい匂いで我慢ができなかったんだろ。よし、おめえらがそう言うなら俺様が一番最後に食べるぜ。うん、そういうことでしたか。うんうん、俺様の番だな。一番でけえのいただくぜ。待て。うん、今度はなんだよ。できるだけやってみるぞ。あ、おいらこの料理の由来を紹介するの忘れてたぜ。料理の由来？そんなんいるか？食ったら終わりじゃねえか。な、聞かずに食べちゃうなんてガイドのいない旅行と一緒だぞ。由来を聞いてから食べればもっと美味しく味わえてだな。確かに、お茶も種類によって味わい方が異なります。説明を聞かずに味わえば料理人の誠意を無駄にしてしまうのではないですか。ダチ子の誠意だと？そりゃ確かに裏切れねえよな。なら聞かせてくれよ。ほら、よし。じゃあまずはこの料理の材料から。先に防除旅館とか敵歌集の歴史についてだな。旅人、今だ。敵歌集、そんな感動的な物語があったなんてな。今はこんなにいい暮らしができてるんだ。それこそ知足上洛、満足するべきだよな。しまった、豆腐の話題を出さないようにしてたらいつの間にか話が脱線してたぞ。でもあとちょっとだ。あ、しのぶ、それにダチ子、いつ食い始めたんだよ。あとちょっとしか残ってねえぞ。もう何があっても譲らねえからね。待ってくれ親分、実はそれは。一斗くん、お待ちを。ぶしつけなお願いですが、これを譲っていただけませんか。今回は急ぎの外出でしたので、家の者たちを連れてくることができませんでした。皆あなたの功名はよく耳にしており、以前から荒滝派に思いを馳せていたのですが、残念ながら今回は同席するご縁に恵まれませんでした。ですがこちらの知足上洛を持ち帰ればきっとみんな喜んでくれることでしょう。そりゃまあな。親分、リーウェでは、
他人のために一肌脱ぐことが重んじられている。それに料理を待っている間、魚料理をいくつも食べただろう。アヤトさんと私の分まで。なに？ありゃお前らの分だったのかよ。話に夢中になりすぎて全然気づかなかったぜ。じゃあアヤトの兄貴、俺の代わりにみんなによろしく伝えといてくれ。おいらな、これ持ち帰りで頼む。天地明道、百花は一等にしかず。リーユエにもこれほど多くの虫相撲の強者がいたとは。だとすれば私は相当手遅れたことになりますね。ただ公務での訪問の合間に気分転換で出歩いているだけですよ。旅には人それぞれこだわりというものがあります。祭りを楽しむ者もいれば、人混みを避けたがる者もいるでしょう。そしてそんな時だからこそ、このような面白い出来事に巡り会えました。包んでいただいた豆腐については、そうですね、後でトーマに食べてもらいましょう。この飯を食い終わったらまた港に戻って仕事か。ああ、それはな。私から説明を。最近親分は船乗りの仕事を見つけて船に乗ってリーユエに来たんだ。船が岸に着いた後、しばらくは自由に動ける時間が与えられる。それで花門玉将の様子を見に来られたというわけだ。言っとくが、ついでだからな、ついで。無事に乗り越えたようだな。よし、気を取り直して次の来客に応対するぞ。